不自然に顔に描かれている28の数字。さてここでスリラーバークがロマンスドーン、つまり夜明けにどうつながるのかと、ルフィたちが初めて夜明けと自ら言った話なんですよ。バイキューの話のゆるき、考察会トップを取るだけです。よろしくお願いします。皆さん新時代についてどう思いますか？新しい時代を作るのはルフィだと思う方は高評価、ルフィではないと思う方は低評価をお願いします。そんな新しい時代の夜明けに関する考察です。アドさんの曲についてい僕は題材を発表します。主人公はルフィではありませんでした。まあね、今はルフィなんですけど、結果的に主人公になり得る人物はルフィではないという考察ですね。変わるってこと？主人公、主人公交代ですね。タンタンタンみたいな男。あ、主人公だけど見てみたらなんかクラシカの方が主人公っぽいみたいな。まあそんな感じですね。そんな感じですね。よろしくね。メキシ発表します。この考察の前置き、ロマンスドーン、夜明け、スリラーワーク、本当の主人公、以上の目で発表したいと思います。この考察の前置き、この説明をしたいと思います。ワンピースにおいて気になるものは皆さんたくさんあると思います。ダンステル、夢の果て、海賊王には誰がなるのかと、たくさんね気になることは多いと思います。その中で考察を見ている皆さんが気になっているのではないかというような話を今回はしていきたいと思います。それが夜明けロマンスドーンですね。ロマンスドーンね。ロマンスドーンと言われてピンときた人も多いと思います。巷でも聞く有名な考察だと思いますが、一応過去の振り返りも含め話していきたいと思います。ロマンスドーン、この説明をしたいと思います。ドーンとは D の意味を表しているとも言えるんですよ。なぜ D とドーンがつながっているのかというと、ワンピース1話のサブタイトル、ロマンスドーン冒険の夜明け、新世界の冒険が始まる601話のサブタイトルはロマンスドーン For the New World、 新しい世界への冒険の夜明け。ワンピースが連載作品となる前に読み切り作品が実はありまして、その作品のタイトルがロマンスドーン、ドーンなんですよ。さらにルフィがギアフィフスになった時に使う技にもドーンとついたり、ルフィの出身地もドーン島であったりと、夜明け英語でドーンです。さらに夜明けとは新しい時代の始まりのことを言います。シャンクスの口からそんなに怖いか新時代がという発言ありましたね。このコマに注目してもらうと、その効果音はドン、まるでドーンを意識しているようにも感じると。このように作者小田一郎先生は確実にドーン、夜明け、新時代、明らかに意識して描いてるんですよ。D の名を持つ者たちの D はドーンを意味しており、新しい時代を作っていく者たちを指している可能性が高いんですよね。まさしく主人公。まさしく主人公、うんね、夜明け導く新時代を作るのが D だと。だからルフィなんじゃないですか。そうだね。皆様そう思ってると思います。違うんですよ。夜明け、この説明をしたいと思います。ワンピースではエッグヘッド編を現在やっていますよね。最終章とも考えられるエッグヘッドですが、今後のこのエッグヘッドから夜明けに向かっていくのではないかと僕は思っています。だとするならば、エッグヘッドには様々な伏線の回収や今後の最終章につながるヒントが隠されているはずだと思いますよね。まあまあまあ、確かに。するとロマンスドーン、夜明けとつながるあのシリーズが見つかったんですよ。スリラーバーグ、この説明をしたいと思います。皆さん、エッグヘッドは様々なシリーズのリンクスケールアップになっているのは皆様ご存知だと思います。エニスロビーやシャボンディ諸島、ウォーターセブンなどなど様々ありますね。僕らの過去動画でも取り上げた話題ですが、他にも繋がるシリーズがあるんじゃないと僕は思ったわけですよ。それがスリラーバーグですね。なった。あるもん。リンクしてる部分。CP いくつかたちがさ、はい、収容されてたじゃん。2ヶ月ぐらい。ガリガリだった。あれゾンビだった。ゾンビみたいにガリガリだじゃない。そこがリンクする。違うわ。繋がる部分を何点か紹介します。まず、ベガパンクの名前が初めて出たのがスリラーバークなんですよね。そして現在、ルフィたちはベガパンクと行動を共にしていると。そして、ペローナの悪魔の実がホロホロの実。そして、ルフィは、お前もホロホロだな。
というセリフもエッグヘッドで描かれていると、うん、さらにエッグヘッドにもスリラーバーグにもクマが登場している、はいはい、あとはエッグヘッドで登場したステューシーが実はね、ミス・バッキーのクローンだったと、うん、スリラーバーグ編で登場したシンドリーちゃん、シンドリーちゃんはクローンではありませんが死んでしまった人物を、まあね、作り上げたと、うん、というところの点では、まあ、クローンではないですが少し共通している、ね、作り上げられたよ、両方人的に。他にも共通点は何個かあると思いますが、このスリラーバーグとエッグゲットにつながりがあることは明白でしょうと、うん、さてここでスリラーバーグがロマンスドン、つまり夜明けにどうつながるのかと、それはスリラーバーグ編の460話のタイトル、夜明け前に取り返すなんですよね。夜明け前に、あ、夜明けという言葉が登場すると、タイトルにもなっているようにスリラーバーグには夜明けという言葉がたびたび使われていると、うん、さらにクマが登場したのも夜明け前でしたよね、はい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 、そして僕がスリラーバークで一番気になったのがモリアでもペローナでもなくタバ戦士なんですよ。いないよそんなやつは。いるんですよ普通にモリアとかクマとかどっちもするんだ。タバのゾンビ戦士に僕は注目しました。それは一体なぜなのか。本当の主人公、この説明をしたいと思います、うん、皆さん、ワンピースでカバと言ったら誰か思いつく人物いませんか。カバといえば黒ひげなんですよ。いや、ひどいよ黒ひげのこと。そのあれだよルックスで判断してるし、まあまあ説明しますと、95巻の SBS では最悪の世代のキャラたちがイメージ動物として紹介されてきました。その中で黒ひげのイメージ動物はカバなんです。今話したことを踏まえた上でスリラーバークで登場したカバゾンビ、何か隠されているんじゃないかなと僕は思ったわけですよ。そして面白いものを僕は見つけてしまいました、はいはい、こちらをご覧ください。不自然に顔に描かれている28の数字、これ気になりません？まあ、意味わかんないよね。28という数字を見た瞬間にピンとくるものがありました。いや嘘だよ、28ってなかなか当てはまるですね。28話ってすごいんですよ。28という数字で思いつく28話のもの、それはルフィたちが初めて夜明けと自ら言った話なんですよ。よく見つけたねいやマジで。まあなんか28はさ、なんかシャンクスの映る扉だし、タイトルが三日月だから、なんかフィガーランドガーリングとなんかやっぱあんのかなって言って見てたのよ、うん、その時になんか夜明けっていう言葉言ってたから、あ、シャンクスがなんか信じたいって言ってると繋がるのかな。まあでも確かに前半で結構大事なことやってる可能性高いもんね。夜明けを匂わしているスリラーバーグに実はこのようなことが隠されていた。小田先生さすがだなと思った同時に、カバ関係あるじゃんって思ったわけですよ。これ黒ひげ、黒ひげね。つまり夜明け、新時代、ロマンスドンを掴むのはルフィではなく黒ひげなんですよ。なるほどね。そういうことですね。あ、じゃあ主人公黒ひげだわ、うん、そういう見方もできるってね。そういう見方もできるということです、はい、主人公交代とかって言いましたけど、うん、まあ、そういうことも捉えられる、考えられるとね、はい、じゃあもうこれ黒ひげが海賊王じゃん。そうなんですよ、そういうところまで飛躍して考えられるんですよね。以上のことから新時代を作るのは黒ひげで間違いありません。なるほどね。ということでございますね。はいはいはい、はい、この動画がいいと思いましたらいいという意味合いを込めてごちそうさまですをコメント欄で書いていただいております。皆さん使ってください、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもしてくれたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。